コースの分かりづらいサーブを教えてください。コースをじゃあ次分かりにくくしようと思うとどうするのかっていうと、まずじゃあこっちに出すよでも実はこっちに出すっていうパターンやってみるんですけど、まああからさまに、まあ、こうすると、まあ、こっちにしか出そう出なさそうじゃないですか。こういう、はいはいはい、あるよ、まあ、この状態でラケットの面だけストレートにする。ちょっとコースが甘いけど、こういう構えでこうするっていうような形でやってもらうと分かりにくくなる。コースがあっち向いてホイですね。そうですね。だからフォアに相手にこう行くんじゃないかって見せといて実はこっちでしたっていう、はい、でもこの時にやっぱりそのストレートとかに騙そうとする時にどうしても初めの方は結構こう体がこう回っちゃう、回ると一気に分かるんですよね。こういう体を回してコントロールしちゃうと確かにこっちの方が入れやすいとは思うんですよ、コースでも。初めこっち向いてるだけで最終的にはこっち向いてるんで普通に分かるっていう。なるほど。要は打つ瞬間までなるべくストレートに行きますっていう情報を与えないように注意をするっていうことですね。だから本当もだから手だけでこっちに持っていくようなぐらいの気持ちでやって全然いいと思います。あ、ごめんなさい、はい、でその情報っていうのはやっぱり体の向きだったりがすごく大きいってことですね。そうですね。体をこうひねっちゃうとかするとすごい分かっちゃう。逆にまあ次じゃあ反対側で騙すんですけど、こっちに来るよって見せかけてこっちに出すっていうのは逆に露骨にこういう感じで構えるとまあこう来そうやなって思うんですけど、このまんまラケットの面だけそれこそまあちょっと角度つけてこっちに持っていくと、おお、こういうまあちょっとブサイクですけどね、自分下手なんで。それをブサイクにしないようにする方法もあるんじゃない？これ難しいんですよ。そこを今試行錯誤中なんです。あ、パクります。パクってくださいむしろ教えてください要はストレートに来ると思ってもらったらいいんでしょ。そう、さっき言ったじゃん、自分で体を早く回したらストレートに来るように見えるでしょ。うん、じゃあ体早く回してこっちに出したらいいじゃん。おお、そしたら前向いて出してるのと同じじゃないの？え、ちょっとやりたいやりたいえ、今自分で言ったじゃん、うん、体とか回しちゃうとストレートに来るように見えちゃいますよねって言ったから、うん、で正面向いてて、こっちに来る行くように見えるわけでしょ。うん、じゃあなるべく早い段階で体を正面にこうやって回してあげたらいい。え、ほんまやん。なんで教えてくれないんすか。いや、なんで今まで気づかなかったんですか体を早く回してこっちか。そういうことじゃん。おお、じゃあこっちも出しておけば分かりにくいんじゃない。こういうふうに出してこういうことですよね。そういうことです。おお、ほんまやん。なんで気づかなかったんや。知ってると思ってた。知らんかった、はい、まあというわけでまあちょっとまとめますね、はい。コースをフォアかバックかって分かりにくくするためにはフォアに見えるフォームもしくはバックに見えるフォーム、うん、まあ、クロスに見えるフォーム、ストレートに見えるフォーム、はい、でをいかに保ったまま当たる瞬間まで我慢をするか、我慢するか、うん、っていうところなのかな。そうですね、はい、まあ、思います。この辺をまあ組み合わせていろんな回転プラスアルファつけたりとか、まあ、長短のところでも回転下とか横とか上とかいろいろ出してもらったら、はい、まあ、それだけでめちゃくちゃ聞くと思うんでぜひやってください。はい、最後までご視聴ありがとうございます。この動画がめっちゃいい、めっちゃ参考になったっていう方は、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。